FM 福岡ステーション。はい、今夜も始まりました、カロリーの風来坊ラジオ、パーソナリティのカロリーです。今日皆さんにお届けするナンバーはこちら、プリンセスプリンセスで M、 ダイヤモンドだねー、はぁ、あぁ、はぁはぁはぁ、はぁ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 、宝物だよー。はい、とってもいい曲でした。ではお便りのコーナー行きたいと思います。ペンネーム赤いポストさんからです。最近手紙を送る人が少なくなったんですが、どうしたらいいですか。はい、それではお便りに答えていきたいと思います。そうですね、最近手紙を出さない人が多いんですが、やはりスマートフォンやパソコンが復旧してですね、やっぱ紙で出すっていうのがなかなか億劫になってる人も多いんじゃないですかね。まあ僕的にはやはり手紙は味があると思うんですよ。やはり手間暇かけてこう相手のことを思って書く、その一文字一文字に魂がこもってると思うんですよね。なのでこうやはりそこのところを赤いポストさん、まさに赤いだけに情熱を持ってPR した方がいいと思うんですよ。ねえ、ポストだけに、たーたたったたったた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 た、交通情報をお伝えします。渋滞はありません。さあ次のお便り読んでいきたいと思います。ペンネーム虫歯はありませんさん、はい、虫歯がある人の気持ちが分かりません。なるほど、そうきましたか。確かに虫歯がない人には虫歯がある人の気持ちは分からないかもしれないですね。ですね、虫歯があるとお金もかかりますし、歯がとても痛いんですね。はい、まあ、どれぐらい痛いかというとズキンズキンってするんですよ。まあやはりなってみないとわからないんで、寝る前にチョコレートを食べて寝てください。はい、次のお便り読んでいきます。ペンネームキラキラ星さん、最近三日月に会ってません。そうですか、じゃあ誰に会ってるんでしょうね。次のお便りいきます。ペンネーム真夜中に自転車を漕いでるさん、はい、ロードバイクを買ったんですが、ママチャリに速度が勝てません。どうしたらいいですか。はい、そうですね、やはりロードバイクを買ってもですね、ママチャリの速度に
勝てないというのはやはりあの漕ぐ人の足の力かもしれませんね。寝る前にあのチョコレートを食べて寝ましょう。たーたたった、たったたたたたたた。それでは、カロリーの風来坊ラジオ、本日もご視聴ありがとうございました。たーたたった、たったたたたたた。次回、トイレットペーパーはどれぐらい巻く?でお送りしたいと思います。